こんにちは、坂東と申します。バン TV DIY コラム、今回の動画で5回目の動画となります。どうぞよろしくお願いいたします。さて、今回の動画のタイトルにはですね、 DIY と怪我というようなねタイトルをつけさせていただきました。皆さんね、 DIY をやっていて怪我されたことはありますでしょうかね。僕はね、何回かありますね。でね、その状況を今日はね、ちょっと痛々しい情報になるんですけども、皆さんに情報共有させていただいて、でね、未然にそういう事故やね、怪我を防ぐというような、そういう何ですかね、安全にこう注意するというようなね、内容の動画にしてみたいと思います。とね、小さい子供の頃からのね、話で、恐縮なんですけれども、こんなことがありましたね。プラモデルを作っていて、こうね、プラモデルのランナーってあるじゃないですか。このプラスチックのね、棒、この枠ですね。あれをちょっと溶かして、で、こう曲げたいというようにね、こういう、そういう作業をね、小学校6年生ぐらいの時でしたかね、やっていたわけですね。こうやってこう、ライターでこう下から炙りながら、こうやってぐるっと曲げたりしてたんですよ。そうしたら、ランナーが溶けて、溶けたランナーが、この中指、左手の中指の、この爪のここの部分に、べちゃって落ちて、で、そのランナーが皮膚に浸透してね、でね、やけどはしたんですけれども、その皮膚がね、えぐれるようなね、そういうひどい怪我をしてしまったんですね。もう泣きそうでしたよ。泣いたんちゃうかな。子供だったんで。でね、今でもちょっと跡が残ってますかね。ちょっとね、見てください。ちょっとなんか、跡残ってません？だいぶ長いことね、傷が治らなくてですね、大人になってからもしばらく、こう、傷が残ったというようなね、そういうことがありました。だから、日には十分注意するというところですね。あと、それから、ハンダゴテで、やけどしたのはもう、何回あったやろうというところですね。あと、ハンダゴテで、こう、ちょっと目離した隙に畳が焦げたりとかね。もう下手したらね、火事になってもおかしくないようなね、そういうこともありましたし、もうハンダゴテはね、とにかくね、目離したらダメですね。そういう、まあ、怪我とはちょっと違いますけども、そういうトラブル、事故がね、非常に注意しなければいけないというところはあります。はい、どんどんいきます。これもね、中学生の時だったかな。カッターナイフの、ね、刃ですね。あ、違うわ。これはサバイバルナイフじゃなくて、十徳ナイフかなんかだったかな。十徳ナイフの先にね、この刃のところに、こう、ちょっとね、接着剤のようなものがついたんですね。接着剤だったかな、まあ、とにかくかなり汚れたんですよ。で、それをこうティッシュでこう取るために、こうティッシュでこう十徳ナイフのこう刃をね、こう付着物をこう取ってたわけですよ。で、ある時にこう十徳ナイフのこう刃を立てて、で、こうやったらね、結構うまく取れたんですよ、付着物が。で、ほんま今から思ったアホなんですけれども、親指にこう当てて、でグイッてやったら、ティッシュがもちろんこう全部割れて、親指もばっくり割れたと。まあ、今はもうもちろん治ってますけれども、いやー、もう大変な量の血が出てね、大変なことになったことがありました。当然ですよね。そんな、いくら付着物を取りやすいからといって、ティッシュでもうこうやってグイッてやったら、そら、指切りますわ。はい、そんなことがありました。それから、これはね、大人になってからですけれども、卓上のノコギリ、こう、卓上の糸の子をね、こうやってね、こう使ったわけですね。こう、なんかこう、切り抜きのような作業をしてたわけですよ。ところが、こうアルミのね、ちょっと板をこう、こうやってて、で、そのままずっと、こうなかなかいかないな、うん、うんとか思ったら、ズボッといって、この左手、左手多いですね。左手の、左
人差し指のこうちょうどね真ん中やったらほんまやばかったんですけども、ちょっとずれたから良かったんですけども、この爪の5ミリぐらいのところをズバッてねやっちゃったんですよ。もうこれも大変な量の血が出て、まあなんとか治りましたけれども、指の形は変わってないですけれどもね、もうこう縦にねこうジグソーがこう入ったというね痛々しい怪我がありました。あとそれからこれはね DIY とはちょっと違うんですけど、草刈り機を使っていて、もう怖い、もうこの辺ここからしても怖いですよね。僕の場合はですね、草刈り機に乗って運転するタイプの草刈り機を使ってるんですけども、まあ普通に草刈りしてたらたくさんの草がありすぎて歯がねこう草にまみれて止まってしまったんですよ。でね、これはもうほんまやっちゃいけないことなんですけども、ついついねこの詰まった歯をねこう、まあ、軍手はしてたんですけど、しかも危ないんでこのなんていうんですかね、ゴム軍手、かなり分厚い軍手ですよ。それ軍手っていうかグローブですねをしてたんですね。でそのグローブでこう草をグイッと取ったらですね、急に歯が動き出してタン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 ってこう10回ぐらいかな、5回ぐらい歯がこの右手の人差し指、中指、薬指、小指4本にね当たったんですよ。でもう大変な痛みで、もうねその時は指4本飛んだかと思ったんですけれども、まあ、幸いなことにの低速回転からこう立ち上がり気味の時の回転だったん ですぐ手を離したんでタン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 で5回ぐらい打たれたんですけども、グローブをしてたっていうこともあって、まあ、指は吹き飛ばなかったと、で、指4本骨折しました。はい、そんなことがありましたね。あとは DIY でかなり危ないのが丸ノコなんですね。こう 2x4 の角材とかをねこうグイグイーンってこう切る丸ノコです。あれはもうほんまに危なくて、もう手が吹っ飛んだりとか指が吹っ飛んだりとかねいう事故の事例もねあるんで、くれぐれもご注意ください。でね、決してね軍手をして作業をしない方がいいと思います。軍手っていうのはこう繊維質なねものが出てきてるわけじゃないですか。だからちょっとねこうほつけていたりとかして、それでこう歯に巻き込まれたらねもう一巻の割れなんですよ。でこれはねドリルにも言えますね。ドリルをこうねこうグイッてやるとき、ちょっと軍手がほつけてただけでこう、しかも案外チャッチードリルとかでもね、これ聞くところによるとなんですけれども、軍手をしたままドリルを使わないというのはねもう鉄則らしいんですね。僕の車の整備のお師匠さんみたいな人がいるんですけれども、この方からこれは教わりました。その方はね大変な年配の方で、今まで軍手をしてドリルを使って手がくちゃくちゃになった人をね何度も見てきているということらしいんですね。だから皆さんもね、軍手はまあもちろん場合によってはもちろん必要ですけれども、こう電動工具を使うときはくれぐれもね、ご注意ください。もう一度言いますよ、電動工具を使うときは素手です。はい、本日の動画は以上となります。ではまた、バイバイ。